紫色の水晶、アメシスト西洋スモモ紫は殉職の一種。青と赤の感触であり、典型的な紫は、スミレよりやや赤より。紫色は同義語。英語では、パープルといい、スミレ色、バイオレットを紫に含む場合もある。古英語では、パーピュアといい、紋章学で用いる。虹の七色のうち、光の波長が最も短い。 これより波長が短いものを紫外線という。紫の原理は色の紫あるいは一説に紫色に染めた絹だという。この漢字で総本の紫を意味するのは国訓であり、本来は紫草の形でしかその意味はない。なお漢石に書かれた紫草は別種だという説もあるが、現代中国語では紫と同種である。紫は もともと紫草という植物の和名であり、この植物の根を染料にしたことから、これにより染色された色も紫と呼ぶようになった。この名称自体は紫が群生する植物であるため、群、咲きと呼ばれるようになったとされる。古来この色は気品の高く神秘的な色と見られた。また紫草の栽培が当時の技術では困難だったために沈重され、古代中国、 律令時代の日本などでは、紫は好意を表す色とされ、主に皇族や、それに連なるものにしか使用を許されなかった。枕の創始の冒頭、少し明かりて紫立ちたる雲の、細くたなびきたるという箇所は、紫色の雲という意味と、ががって咲く花ののよううななとという両方の意味があるるもされるなお紫の花は白色である。 紫色の英語に相当する語句がパープルである。もともとこの単語は巻き貝の一種パープアーに由来する。この巻き貝の出す分泌液が染色の原料とされ、結果としてできた色もパープアーと呼ばれた。この染色法を発明したのは現代のイスラエルやレバノンの地域に住んでいた古代のカナン人であると言われる。巻き貝1個から出る分泌液はわずかであったため、 この染色布が貴重なものであり、ローマ帝国の頃より西洋では、高貴な身分のものが身につけていた。この染色によって彩られた紫は若干、赤みがかっていたようである。詳しくは、貝紫色を参照。また、英語のパープルは、紅みがかった紫を指す語で、日本でいうところの京紫である。また、パープルは、紫と紅の領義を含める場合がある。 例えば、怒って顔を赤くする様相を、英語では、ターンパープルウィズレイジと表現する。細菌学においても、パープルは、紫ではなくレッドを指す。公色細菌などの例がある。紫色を指すことがあり、しばしばパープルに変わって、基本色としての紫を指す単語として使われる。なお、アイザック・ニュートンの定義による、虹の7色のうち、最も短波長側の色である紫は、 英語では、バイオレットであり、パープルではない。このバイオレットは、本来スミレを意味する単語であり、スミレ色と訳すのが正確である。パープルは赤みの強い紫なのに対し、バイオレットは青みの強い紫であり、日本語の江戸紫に似ている。紫は一般に、可視光の波長のうち最小波長である。 およそ380から430ナノメートルの波長の色として近くされる。ウェブカラーでは基本16色としてパープルが定義されており、色を指定する際にパープルと入力すると16進数表記にして80万 80, 80の色が表示される。派生色としてはバイオレットやマゼンタマゼンタなどが定義されている。これらは副写風車を除けば、 基本16色として定義されておらず、すべてのブラウザで正しく発色される保証はされていない。マゼンタと風車は同色として定義されてはいるが、マゼンタは基本16色ではない。紫は代表的な色ではあるが、赤と青の絵の具を混ぜ合わせても作ることができる。実数では紫とパープルが慣用式名として、右表のように両者が同色として定義されている。 またそれとは、別個に、スミレ色やバイオレットが同色として定義、されていることがある。また、ジス汎用式名では、赤紫や青紫の色が次のように定義、されている。他にも近似色はいろいろ定義されている。詳しくは、ジス汎用式名を参照。無期顔料、編集酸化鉄紫マーズバイオレット君の乏しい、暗視の酸化鉄赤のこと。天然にも存在し、 日本では紫土として産する。近年では1975年の法輪寺の三重島再建に際し、再色に用いられた。紫群青、ウルトラムリンバイオレット赤身の強い色目の合成ウルトラマリンのことである。マンガン紫マンガネセバイオレット1868年、ニュルンベルクで初めて製造された。極めて剣道な顔料であり、水分にさらされない。 環境下での保存においては信頼性が高い。様々な異名がある。コバルト紫コバルトバイオレット悲酸コバルト、リン酸コバルト、コバルトマイナスリチウムリン酸化物、片溶体、岩水リン酸アンモニウムコバルト、ウ酸コバルトなどがある。いずれも素粒で着色力に乏しい。また、色がやや淡い。極めて高価な顔料である。また、一部では、 リン酸コバルト8水はものも、顔料として使用されるが、安定性を欠くため、好ましくない。有機顔料、編集インジコイト系紫キナクリドン系紫、オキサジン系紫アントラキノン系紫カルボニウム系紫キサンテン系紫天然染料、編集紫色及びその類縁色の色素を持つ、天然の色彩の中には、染料や、 食品の着色料などに利用されるものに以下のものがある。これらの中には、溶液の pH によって大きく変色する性質があるために pH 指示薬として利用されているものもある。紫草の根、編集紫の根は、シコンと呼ばれ、これを乾燥して、粉末状にした上で湯に溶かして、色素を抽出し、生地にアクによる焙煎を数十回施してようやく、染め物が完成する。 歯根の持つ紫色の色素は、この植物から名をとって、歯古人と命名されている。もともと紫が幸い困難な上、染色に手間暇がかかるため、歯根による染め物は効果である。なお、歯根は、傷の殺菌作用などを持つために、漢方では、生薬としても利用されている。紫外、編集前述の通り、 巻貝の偉した線から出た分泌液が染料の原料とされた。この分泌物は巻貝が外敵を退ける時に分泌する強烈な臭いを持つ粘液であるが、この粘液が酸化されると鮮やかな紫色を発色することにより染料として使われるようになった。なお、この色素は現在、中華化合物の6、6、ジブロモインディゴであることが分かっている。 巻貝1個から採取できる粘液は微量であるため、服一着の染色には巻貝数千から数万個を必要とした。中世の地中海では染色目的による巻貝の乱獲が進み、大航海時代に入る頃には巻貝が激減し、貝による紫染色は廃れていった。一方、マヤ文明のあったユカタン半島地方の西、現在のメキシコ南部のワハカ地方でも、 別種の巻貝の分泌液を染料とする同様の染色が伝統的に行われている。ここでは巻貝から分泌液を採取した後、巻貝を海に戻したため、巻貝の個体数はあまり減っておらず、現在でもこの染色法は行われている。紫キャベツ、編集、紫キャベツの持つ紫色の色素はアントシアニンである。この色素の水溶液は、 強酸性下で、マゼンタに近い、鮮やかな赤紫色、弱酸性下で薄赤紫色、中性下で紫青紫色、弱塩基性下で青緑色、強塩基性下で黄色を示す。このように、水溶液の色が変化するため、pH 指示薬として利用できる。また、酸性下で鮮やかな赤紫色を発色するため、食品への着色料として用いられることが多い。 食品の原材料名には紫キャベツ色素、アントシアニン色素など様々な故障で明記されている。アントシアニンは紫キャベツの葉のみならず、黒豆、ブルーベリーやアサガオの花びらなど多くの植物に含まれている。アジサイの花びらにも含まれており、土壌の pH やアルミニウムイオン濃度などによって花弁の色は異なる。この色素の溶液は 紫キャベツの葉や朝顔の花びらなどを摂氏60度程度の蒸留水、または無水アルコールに30分ほど浸すと得られる。そしてこの溶液はそのまま p h 指示薬として利用できる。コチニール、編集カルミン酸の構造式北米大陸、メキシコの古代アステカ文明のあったあたりでは、コチニール貝殻虫と呼ばれる、内輪サボテンに寄生する虫から色素を抽出して、 赤紫色に染色することが伝統的に行われている。こちにいる貝殻虫は、エンジムシとも呼ばれており、この虫のメスを乾燥して抽出した色素は、こちにいる色素と呼ばれる。こちにいる色素の実体は、カルミン酸であり、この物質の水溶液は、酸性化で、肥大大、中性で鉱石色、弱塩基性で、赤紫、強塩基性で紫に変色する。 そのため p h 指示薬として利用できる。この色素は化粧品や食品、医薬品の着色料として利用されている。カンパリの色素でもある。赤色顔料として絵の具などにも使われている。ただ、貝殻虫による染色はアメリカ大陸のみで行われていたわけではなく、貝殻虫のベッシュ EN カーミスバーミリによる紅色の染色が、 地中海一帯やアナトリアにて古くから行われており、ヨーロッパやイスラム世界に広まっていた。この貝殻虫は、カシの木の一種ケルメス多くに寄生する虫であり、この虫から採取された色素の色は、カーミスにちなんで、クリムゾンやカーミンと呼ばれ、色素の物質名にもなった。西洋世界では、紫色よりも、むしろ鉱色系の染色として使用されてきた。今日では、 アカネ色素の研究により発明された合成染料アリザリンやカーミスバーミリよりも効率の良いコチニールの生産方法の存在によりかつてほどには使用されていない。なお、細胞核や染色体を染色するための薬品としてこの色素を利用した酢酸カーミン溶液がある。人工染料、編集モーブモーブ、編集1856年に発明された。 世界初の合成染料である。これはアニリン染料の一種であり、この色素はモーベインと命名された。モーブはフランス語で青い、特にゼニアオイを意味する。この発明は特にイギリスではニュースとなった。パープル貝の分泌液など極めて高価な天然染料しかなかった発明当時、高級な色とされたものをより安価で染色できるようになったからである。 まもなく別の赤紫系合成染料副診が発明されたため合成染色市場を独占するほどには至らなかったがこの色の服は流行し合成染色事業は大成功を収めた現在では染料としては他の合成染料が用いられていることが多くこの名は式名として用いられる副診編集ー布に続いて1859年に発明 発表された色素である。フランスの実業家、ルナール・フレールの専属科学者ベルガンにより、発明された。このアニリン系色素は、固形では緑色をしているが、熱湯やイタノールに溶解させると、赤紫色に変化する。さらに少量のアルデヒドを加えると紫色になる。マゼンタの染料、顔料に使われる。現在ではこの色素による赤紫や紫色の、 染色が行われるほか、印刷インクや実験観察のための細胞の染色やアルデヒドなどの分析試薬にも用いられる。この鮮やかな赤紫色を発色する色素は、福祉屋の花の鮮やかな赤紫色に見立てて、福神と名付けられた。これは、福祉屋の命名の元となったドイツの植物学者、フックスの単語の意味がドイツ語で、狐であることと、実業家。 ルナールのフランス語での意味も、また狐であることをなぞらえた命名でもある。腹心によって発色される色は、副者とも、マジェンタとも呼ばれる。この色素による染色が発売された1859年、イタリアとフランスの連合軍が、オーストリア・ハンガリー帝国軍を破る戦争が起きていた。色名は、この戦いの最後の戦勝地マジェンタを記念して、名付けられたものである。なお、 この年とほぼ同じくイギリスでドイツの科学者ホフマンにより同系統のアニリン赤色素ローズアニリンが発明されているこの色素もマゼンタ色として使用される技術が未熟な時代は紫の染料を出すのは莫大なお金がかかることから古今東西関係なく紫は高貴な色として共通の文化であった中国古代中国の五行思想では 聖職を最上とし、中間職である紫はそれより、回の五間職に位置づけた。論語にある儒教の回祖、孔子の言葉に、紫の種を奪うを憎むというものがある。紫を尊んだのは、道教で、天にあって、天庭の住まうところを、紫愚、紫柿などと呼んだ。南北朝時代に、紫の地位は上昇し、五色の上に立つ高貴な色とされた。隋は、 大行元年に服飾に身分差を設けたとき、五品以上の高官にしか紫の服を着せ、六年には五品以上を紫だけにした。高官だけでなく、道教の同志、仏教の僧侶の中の高徳者にも真を許し、これが当代にも継承された。日本日本では、水古天皇十六年に随死、廃生生を浅庭に迎えたとき、巫女、小、初心の衣服が、 錦、紫、縫い、折と五色の両らであったとするのが紫の初見である。これより先、水古天皇十一年制定の官位十二回の最上位の冠が紫だったとする学説があるが、資料には記されず、確証はない。光玉天皇二年に、蘇我江戸が私的に紫冠をこのイルカに授けたことから、大臣の冠が紫であったことが知られる。 大化三年の七色十三回間以降の復色規定では紫を深紫と浅紫の二色に分け深紫をより高貴な色とした同居が正式に受容されなかった日本では高徳の僧侶に対して死意が許されたローマ紀元前1600年から使用された占領海紫色はローマ帝国などでは特権階級にふさわしい色とされた東ローマ帝国 皇帝の子であることを示す、ポルフィロゲネトス、紫の生まれのものの意の紫も、当時気象で高価であった貝紫色から来ている。これは、コンスタンティノープル大宮殿にあった、ポルフィラという非紫色の壁に覆われた、皇后専用の産室に由来している。この産室で生まれたものだけが、ポルフィロゲネトスの称号をつけて呼ばれ、この称号を持つ巫女、王女は、特別扱いされた。 この語は6世紀から使われていたとされるが、846年まで言葉が使用された例は見つかっていないのは確かである。この語は英語の慣用句、ボー e ン・ザ・パープルの生まれの語源ともなっている。ありがとうございます。